どうもこんにちは、KT ホームチャンネル KT です。今日はですね、私ついに念願だった一眼レフのカメラを購入いたしまして、そのカメラの紹介というか、ご紹介をですねさせていただければなと思います。私がこうなんで一眼レフを欲しいなって思ったのかというと、やっぱりですね、子供たちの写真を、いい写真を残してあげたいっていう単純な理由から、なんですけれども、コンパクトでもじゃあいいんじゃないかって思った時に、またコンパクトと違った一眼レフでしか撮れないようなボケ感のある写真であったり、解像感のある綺麗な写真が撮りたいなと思って、一眼レフをずっと欲しいなって思ってたんですね。ただやっぱり一眼レフ高い、しかもいろんな種類がある中でどれを選べばいいのか、そういったところで非常に悩んでまして、なかなかこう手が出せずにいたわけなんですが、結局のところじゃあ私が何を買ったかっていうと、こちらです。ニコン D7200 の一眼レフです。なんでこう今回ニコンにしたかっていうと、もうこれも単純なんですね、見た目がかっこいいっていうところと、シャッター音が良かった、あとは店頭で実際に自分が触った時の、持った感じのフィーリングですとか、直感的な部分でしょうか。正直なところ最初キヤノンにしようかなって思ってたんですね。いろいろこうホームページとかでレビューであったり、製品の特徴を見た時に、人肌が綺麗に再現できるであったり、子供を撮るスナップに最適なのはとか、じゃあ自分が結婚式に参列した時に優れているのは、色の再現方法ですね、どれがいいのかっていった時に、結構キヤノンのカメラの方が、色を表現する時には向いているのかなって感じてはいたんですけれども、そのキヤノンの中でじゃあ自分が何を使おうかっていう時に、自分が気に入った機種がちょっと値段が高かったんですね。でそういった時に新しい機種っていうところで、このニコンの D7200 が、ちょうどいいタイミングで出てたので、これを選んだっていう、本当に単純なところなんですが、ニコンユーザーになったっていう形です。でも実際ですね、どういった機種なのかっていうところも開封していこうと思うんですが、実際もう開けちゃってます。もうこれ開封済みです。なので、機種を早速、ご覧いただきたいなと思います。いきます。はい、こんな感じです。やっぱりこうニコン、わかりますかね、なんかこうメカチックというか、このボタンがいっぱいついてたり、こうゴツゴツしてる感じ、非常に、なんか男心をくすぐるというか、一眼レフだなっていうちょっと感じがやっぱりありますよね。これからこういろいろ使いこなして、写真のまたレビューとか、どんな感触っていうところをご紹介、動画の中でご紹介させていただけたらなと思うので、そこはぜひまた楽しみにしていただきたいなと思います。じゃあ今回の動画はここまでで、次はですねしっかりとこうレンズを装着してみたり、使用感、そういったところもご紹介していきたいと思いますので、また見てください。